オランダ王国、オランダ王国、オランダ王国、公認クレーク、デルネーデルランデンは、西ヨーロッパ及びカリブに領土を有する主権国家、立憲君主国である。王国の四つの地域である。アルバ、オランダ、キュラソー、シントマールテンはそれぞれ国と呼ばれ、王国内のパートナーとして、互いに対等な立場で王国を構成している。オランダは、 カリブの三つの特別自治体を除いてヨーロッパに位置しており、本土部分のみを指す場合はヨーロッパ・オランダと呼ばれる。オランダ王国は1813年のナポレオン帝国の崩壊にその起源がある。この年、オランダは再び自由を得て、オラニエ及びナスサーコーウイレムを君主としたネーデルラント公国が宣言された。南ネーデルラント、おおよそ現在のベルギー及び、 ルクセンブルクとの再統一は1814年に決定された。1815年3月、君主の称号がネーデルラント国王となり、王国は現在に至る。オランダ国王は同時にドイツ連邦内の大公国でもあった、ネーデルラント王国の一地方の君主である、ルクセンブルク大公でもあった。1830年のベルギー独立革命で、ベルギーは、 王国から離脱し、オランダは1839年にロンドン条約で独立を承認した。この時点で、ルクセンブルクはネーデルラントと人的同訓連合にある完全な独立国となった。この領土の損失をドイツ連邦に対して埋め合わせするため、オランダのリンブルフ地方はこれ以前に、ルクセンブルクがあった地位と同様に、オランダ及びドイツ連邦の両方に属する広告とされた。 この地位はドイツ連邦が終わる1867年に覆され、この時点でリンブルフは以前のように普通のオランダの州となったが、オランダ王は今日でもリンブルフ公の称号を有している。1954年の行政改革の期限は1931年のウェストミンスター憲章及び1941年の大西洋憲章。 政府形態を選択する人民の権利、一般的安全保障のための仕組みの必要性について述べられているにあるオランダは1942年1月1日に大西洋憲章に調印した。変革は女王ウィルヘルミナの1942年12月7日のラジオ演説で提案された。この演説で女王はロンドンのを代表し戦争終結後にオランダと その植民地との間の関係を見直したいという願いを表明した。解放後、政府は海外領土が王国の統治に対等な立場で参加できるような調廷に合意するための会議を招集したいとした。当初はこの演説にはプロパガンダ目的があった。オランダ政府はオランダ領東インド、現在のインドネシアを念頭に置いており、植民地主義に対して批判的となっていた。 アメリカ合衆国の世論を沈めたいと願っていた。インドネシアの独立後、スリナムとオランダ両アンティルの経済が、オランダの経済と比較して取るに足らないため、連邦構造は重すぎると考えられた。1954年の検証では、スリナムとオランダ両アンティルはそれぞれオランダに全権行使を置くこととなった。スリナムやオランダ両アンティルに直接的に関係する。 王国全体に対して当てはまる事柄について、全権講師はこれについて議論がなされる、オランダの閣議に参加する権利を有していた。スリナム及びオランダ領アンティルの代表は、スターテンヘネラールの第一及び第二評議会の会合に参加することができた。海外領土のメンバーは適切な時はに加えることができた。検証によれば、スリナム及びオランダ領アンティルは彼らの基本法、 スターツリジェリングを改正することも許された。この二つの自治国が王国を一方的に離脱する権利は認められなかったが、協議によって解決すると検証に明記された。1954年のの宣言前、スリナム、オランダ領ニューギニア、オランダ領アンティル、以前のはオランダの植民地であった。スリナムは1954年から1975年まで、 王国内の構成国であったが、オランダ領アンティルは1954年から2010年まで構成国だった。スリナムは独立共和国となり、オランダ領アンティルは構成国である。アルバ、1986年から、キュラソー及びシントマールテン、2010年から、本土オランダの特別自治体であるボネール島、サバ島、シントユースタピウス島に分かれた。 オランダ領ニューギニアは1962年までは王国の族領であったが自治国ではなく検証では言及されていない。1955年女王ユリアナおよびオーハイベルンハルトはスリナムおよびオランダ領アンティルを訪問した。この訪問は大成功を収めた。女王夫妻は地元住民によって熱狂的に歓迎され、この旅行は オランダのマスコミよって広く報道された。その退屈かの行行が続いて行われた。1969年、キュラソーのアンティル島での非組織的なストライキによって深刻な騒乱や略奪が起こり、この間にウィレムスタとの歴史的な市内の一部が火事によって消失した。秩序はオランダ海兵隊によって回復された。同年、 スリナムでは深刻な政治的不安定状態となり、スリナム首相のジョハン・ペイングルは、教師のストライキを終わらせるため軍事支援を要請するとの脅しを行った。1973年、労働党のもと、新しいオランダ内閣が発足した。政策方針で、内閣はスリナム及びオランダ領アンティルの独立の期日をこれらの国の政府と共に決定したいと宣言した。 アンティル政府は態度をはっきりさせず、スリナムの内閣も同様であった。スリナムの1973年の選挙によって、国民党同盟、ナスヤナル・パーシュリ・コンビナチエが勝利し、が首相となった。新政府は1976年より前に独立するという声明を発表した。選挙期間中は独立については論点となっていなかったため、これは異例のことであった。 デンハーグのデン・ウィル政府はスリナム独立の計画を実現するための協力者をパラマリボに得た。激しく感情的なスリナム野党の抵抗にもかかわらず、デン、ウィルとアロンは合意に達し、1975年11月25日、スリナムは独立した。オランダ王国は現在互いに対等な立場で王国を形成している4つの国によって構成されている。 アルバは中央集権化された単一国家である。政府は君主の代理である、お長とする閣僚会議によって構成されている。議会は一員制のである。現在のアルバ総督は、現在の首相はマイク・エマンである。通貨はアルバフロリン。キュラソーは中央集権化された単一国家であり、アルバと同様の統治形態である。通貨は アンティル・ギルダーが使用されている。オランダは、議会制民主主義の単一国家である。政府は君主及び首相を長とする、閣僚会議によって構成されている。議会は、第一院、上院及び、第二院、下院によって構成されるスターテン・ヘネラールである。オランダは12の州、ドレンテ州、フレボラント州、フリースラント州、ヘルダーラント州、フロー人間州、 リンブルフ州、北ブラバント州、北ホラント州、オーァーアイセル州、ユトレヒト州、ゼーラント州、南ホラント州に分かれている。州は、さらに443の基礎自治体ヘメエンテ、ゲメエンテに分割されている。現在のオランダ首相はマルクルッテである。通貨はユーロを導入している。例外は、 特別自治体のベス諸島でオランダ領アンティルギルダーを使用していたが2011年にベドルを導入した。ボネール島、シントユースタティウス島、サバ島を特別自治体、ベス諸島はオランダ本土の一部であり、州には組み込まれていない。ベス諸島はほとんどの場合において通常のオランダの基礎自治体と似ており、自治体の長、議員、議会など、 ほとんどのオランダの法律の対象となる。これらの3つの島の住民は、オランダの国政選挙や欧州選挙に投票することができる。しかしながら、これらの島にはいくつか例外が存在する。例えば、社会保険は、オランダと同等のレベルでは提供されていない。2008年11月、これらの島では、通貨として米ドルを導入することが決定され、2011年1月1日から、 導入された。オランダは、本土トベス諸島との間のキャッシュフローに関して、為替相場変動リスクを負うこととなった。シントマールテンは、中央集権化された、単一国家であり、アルバと同様に統治機構を有している。通貨は、キュラソーと同様に、アンティルギルダーが使用されている。は、それぞれの国の統治を定めるが、がこれらの憲法より優位にある。オランダ憲法は、 検証で言及されている王国の制度を制定、制限する。これらの制度に関する検証中の条項は、不可的であり、検証に、明記されているアルバ、キュラソー、シント・マールテンに、直接的に影響する王国の事項に関してのみ、適用される。王国の事柄が、アルバ、キュラソー、シント・マールテンに影響しない場合は、オランダ憲法で定められた条項に従って対処する。 これらの場合、オランダは、オランダ憲法に従って、オランダ王国という立場で単独で行動する。その他の参加国は、自国のみに関連し、今度オランダとは関連しない王国の事柄に関して、オランダ同様に行動することはできない。これらの場合、検証の条項が優先される。オランダ王国検証の改正は、すべての国が合意した時のみ可能である。王び彼の大臣は、 王国政府を形成する。検証の第7条によれば、は、とそれを補完する、によって構成される。オランダ首相は、王国閣僚会議の議長を務める。2007年12月、王国関係のための代理評議会が設立された。この評議会は、王国閣僚会議の会合のための準備を行う。このような評議会の設立は、王国国策会議によって、 長年主張されてきた。政府及び王国閣僚会議は、君主制それ自身と共に、憲章の第五条において、これらの関しては、オランダ王国憲法によって、主に制限され、オランダ王国憲章は定めない、と記されている。しかしながら、オランダ本土及び王国全域において、これらの制度が有する二つの役割は、司法上分離している。 王国レベルにおいて二つの法律文書が存在する王国法及び王国数密院例。王国法の例はオランダ市民権に関する王国法である。オランダ国王あるいは女王は王国の元首である。あるはキュラソー、シントマールテンでは総督が国王を代理する。オランダは選挙によって選ばれた議会を持った初めての主権国家の一つである。 王国の立法府は、オランダの議会、スター・テン・ヘネラールと政府によって構成されている。検証の第14、16、17条では、アルバ、キュラソー、シント・マールテン議会へのいくらかの関与が記されている。検証の第13条は、王国国策会議の設置が明記されている。国策会議は、憲法で規定されるが、検証は、アルバ、キュラソー、 シントマールテンの要請によって、これらの島々のそれぞれのメンバーを国策会議に含むことができることを示唆している。アルバは現在この権利を行使している。常にこの権利が行使されるわけではなく、オランダ領アンティルは1987年まで、アルバは2000年までこのメンバーではなかった。シントマールテン初の国策会議メンバーは、元副総督のデニス・リーチャードソンとなるであろうは。 オランダ領アンティル及びアルバの廃棄法令により王国の最高裁判所である。この法令の基礎は検証の第23条である。第23条第2項では王国の海外国が要求した場合はその国からの追加の法廷メンバーのための王国法を制定しなければならないと明記されている。今までアルバ、キュラソー シントマール展はいずれもこの権利を行使したことはない。検証第39条によれば、民法及び、商法、民事訴訟法、刑法、刑事訴訟法、著作権、産業財産権法、交渉人役場、軽量に関する規定は、オランダ、アルバ、キュラソー、シントマール展においてできうる限り同じように、規制されなければならないとされている。また、検証では、 これらの事項に関する現行法の大幅な修正が提案されるときは、その他の構成国の政府が見解を表明する機会を、得るまでは代議委員会に提出あるいは審議してはならないと規定されている。構成国と王国との間で対立した場合に備えて、検証第十二条では行政による調停手続きを規定している。これは、しばしば王国の民主主義の欠陥と考えられており、 2010年10月10日に発行する検証修正の採択につながった。新しい第12例上では行政による調停手続きに加えて王国法により王国法で明記された王国と公正国間の特定の対立の調停のために法令が制定されなければならないと明記された。また、アルバの特別代表、エベリーナ・ウィーバー・クロイスト・イ いいセジソンによって修正が行われた。オリジナルの条文は王国法により法令を制定することができるとなっていた。検証第3条では王国が担う政務が明記されている。第43条2では追加の王国の政務が一つ明記されている。第3条第2項ではその他の事項は協議によって王国の政務となる可能性があると明記されている。 これらの王国の政務はアルバあるいは、オランダ領アンティルに影響するとしても、王国政府のみが担当する。検証第14条第3項は、その他の場合におけるオランダによる王国の政務の扱いを予測している。第38条に基づいて、王国内の国は前日の王国の政務の範囲外で、王国法の制定を決定することができる。このような法令は、び、 オランダ領アンティル議会の合意が必要なため、合意王国法と呼ばれる。王国は、国際条約及び合意について交渉し決定する。アルバ、キュラソー、シントマールテンに直接影響しないものは、王国憲法の規定により、つまり、オランダ単独扱われる。検証第24条は、国際条約あるいは協定が、アルバ、キュラソー、 シントマールテンに影響するときはその条約あるいは協定はアルバ・キュラソー、シントマールテンの大議委員会に提出されなければならないと明記している。第24条ではさらにそのような条約あるいは協定がオランダ議会の目視的承認のために提出されるときは全権大使は議会での明示的承認を表明するよう希望を伝えることができると明記している。 検証第25条は、アルバ、キュラソー・シントマールテンに、国際条約あるいは協定から脱退する機会を与えている。この場合、この条約あるいは協定は、アルバ、キュラソー、あるいはシントマールテンに対して適用されないことを明記しなければならない。第26条は、アルバ、キュラソー・シントマールテンが関係している、構成国単独に適用される、 国際経済あるいは金融協定の締結に対して希望を伝えるとき、王国と構成国のつながりと矛盾する場合を除き、王国の政府は、そのような協定の締結を助けなければならない、と明記している。第27条は、ある場、キュラソー、シントマールテンに影響する条約あるいは協定の作成において、これらの国の関与を明記しており、第28条は、ある場、 キュラソーあるいはシントマールテンは彼らが望めば国際機関に加盟することができると明記している。オランダ王国は北大西洋条約機構、NATO 経済協力開発機構 OECD 世界貿易機関 WTO の創立メンバーでもある。ほとんどの学者はオランダ王国の立憲的取り決めを国家組織の 従来のモデルの一つに分類することは困難であることに合意しており、王国は独自の形態であると考えている。その代わりに王国は連邦国家、国家連合、された単一国家の特徴を有しているとされる。王国の連邦的特徴としては、検証における王国政務の描写、検証における王国の構成部分の列挙、検証が 構成国の法律を王国の法律に対して会に置いていること、検証における王国機構の制定、王国が自身の立法文書、王国法並びに数密因例を有することが挙げられる。王国の国家連合的特徴としては、検証が構成国間の合意によってのみ改正できることが挙げられる、ほとんどの普通の連邦国家では、連邦機関自身が憲法を改正することができる。 大かで少なかれ、非対称的連邦性を示す特徴としては、王国の組織の機能は検証に明記されていない場合は、オランダ憲法によって管理されることが挙げられる。検証は、王国法の制定手続きについても明示していない、検証の第15条から第22条に規定された追加及び修正条項によって、オランダ憲法の第81から88条は、 王国法に対しても適用される。強制的にカリブ海の構成国が参加が必要な唯一の王国機関は王国閣僚会議である。最高裁判所及び王国国策会議は共にカリブ海の構成国が求めた時のみこれらの国をメンバーに含みカリブ海の構成国は王国の立法府への参加をほとんど完全に排除されている。しかしながらこれらの国は 王国法の起草に参加でき、特命全権行使は議会の前で王国政府が提出した王国法に反対することができる。さらに、検証第15条によれば、特命全権行使は王国議会に王国法の起草を要求できる。最後に、重要なこととして、検証第14条によれば、オランダは王国の政務がある場、 キュラソーあるいはシントマールテンに影響しない場合は、この政務を自身で処理することができる。ある場、キュラソー、シントマールテンはこの権利を持たない。権限を異常された単一国家を示す特徴は、検証第50条によると、カリブ海の構成国の法的措置あるいは行政措置が、王国検証、国際協定、王国法、 数密因例と矛盾した場合や他の王国政務を制限する場合は、王国政府がその措置を無効にすることができることである。王国の憲法構造は、憲法学者 C. ボーマンによって以下のように要約されている。憲法学者 C.A.J.M. コートマンは、連邦制の特徴を有する国の連合だが、独自の形態であると述べているビリンファントデレイで、 Do speak about a federal association without any reservations. な憲法的な性格であるにもかかわらず、同様の性質を持つ国もいくつか存在する。特に、デンマーク王国は、デンマーク、グリーンランド、フェロー諸島で構成され、デンマーク王国共同体を参照。ニュージーランド王国は、ニュージーランド、クック諸島、ニウエ、トケラウ、ロス海賊領で構成される。 これらの比較は正確ではない。例えば、ニュージーランド女王を除いては、ニュージーランド、クック諸島、ニューエは、憲法的構造を共有していない。複数の領土を有する国家は他にもあるが、はっきりと異なっている。連合王国、イギリスとその海外領土、あるいはアメリカ合衆国とそののように一部の国家は、海外領土を国家の一体部分とはみなしていない。 オーストラリア連邦といったその他の国家では、海外領土を一体要素として扱ってはいないが、国家と同等の単一の国家、国籍レベルを有している。オランダ王国は、欧州連合、EU の創立メンバーである。当初、スリナムとオランダ両アンティルは、ローマ条約付帯議定書の規定により明確に、欧州経済共同体から除外されていたが、 1962年9月1日に、オランダ王国の批准文書を保管する不足によって、欧州共同体内の海外国、オークトとしてのスリナムの地位が確立された。オランダ領アンティルの海外国並びに、海外領土、オークトとしての地位を獲得するは1964年10月1日に発行した。現在は、本土オランダの一部であるベス諸島を含むカリブ海の、 すべての島は欧州連合のオーとトである。市民権は王国政務であり、ゆえに王国内の4つの国は区別されないため、これら4カ国の市民は欧州連合の市民でもある。2004年、共同委員会はオランダ領アンティルの大改革を提案した。2006年10月11日及び11月2日。 オランダ政府とそれぞれの島との間で合意が交わされ、2008年12月15日までに施行することとなった。この改革は2010年10月10日に実施された。これらの改革の下、オランダ領アンティルは解体され、キュラソー及びシントマールテンは、オランダ王国の構成国となり1986年にオランダ領アンティルを離脱したアルバと同じ地位を得た。ベス諸島。 オネール島、サバ島、シンというスタティウス島は、自身もオランダ王国の主要な構成国の一つである、オランダの一部分となった。特別自治体として、これらの島は、オランダ王国憲法の下、として構成されている。これらの自治体は、ほとんどの点において、オランダの普通の自治体と類似しており、例えば、主張、議員、議会を有する、ほとんどのが適用される。 経過措置として、オランダの法制度内で、機能するのに必要と考えられる、オランダの法律のみ導入され、オランダ領アンティルのほとんどの法律が、別諸島がオランダに組み入れられた2010年10月10日後も、効力のあるままとなっている。それ以後、オランダ領アンティルの法律は、オランダの法律に徐々に置き換えられていく見通しである。にもかかわらず、 一部の例外は残ると考えられている。例えば社会保障はヨーロッパ・オランダとは同じレベルでは提供されず、ユーロが導入されるかも不確かである。特別自治療はオランダ議会の投票権を有するため、オランダによる王国政務において代表権を有すると考えられている。現在のオランダの選挙法は上院は州ごとに選出されると規定されている。しかしながら、 ベス諸島は現在どの州の一部でもないため、どのように上院議員を選出するかについて不確かなままである。オランダ政府はベス諸島の住民が上院議員を選出できるようになることを保障しており、これに関するオプションを検討している。オランダはベス諸島が EU 法の適用を受ける欧州連合の外部に存在する地域、オマールの地位を得ることに関する調査を行うことを 提案している。この調査は、別諸島がオマールの地位の下で、どのようにやっていくかについても検討する。オランダ王国外では、オランダは、オランダ王国を表すのに使用されている。例えば国際連合では、オランダ王国は、国連総会では、英語で、ネザーランドと呼ばれるが、公式な国連の文書では、ネザーランドの代わりに、キングダム・オブ・ザ・ネザーランドが使用される。 国際条約においても、オランダ王国は、オランダとしばしば短縮される。通常使用される、オランダ語の名称は、ネダーランドで、単数形であるが、公式なオランダ語の名称は、コンネンクラウシュデアネーデルランドで、複数形である。しかしながら、オランダの慣例では、オランダ王国は、オランダではなく、王国と短縮される。これは、 検証で定められた王国と王国の主要な構成国であるオランダとを混同するためである。オランダ王国検証でもオランダ王国はオランダではなく王国と短縮されている。オランダ王国をオランダと呼ぶことが混乱を生ずることは別として、オランダという用語を使用することに関連する不快な感情を抑えるためにも王国という用語は使用される。王国全体を指して オランダと呼ぶことは、アルバ、キュラソー、シントマールテンがヨーロッパに位置するオランダと平等ではないこと、王国に関する事柄に関して、これら3カ国の発言権がなくヨーロッパ・オランダに従属していることを暗示する。これらの島の王国政務における影響は限定されているが、確かに存在する。オランダ王国の領土はである。オランダ王国は、ベルギー、ドイツ、どちらも、 オランダとフランス、シント・マールテントと国境を接している。オランダの約4分の一は海抜0メートルを下回り、ほとんどの土地は干拓によって広げられてきた。洪水から土地を守るために堤防が築かれている。以前はオランダの最高地点はリンブルフ州のファルス山、バルサーバーグにおける322.5メートルであったが、2010年10月10日の 憲法改正によって、サバ島がオランダの特別自治体となったため、サバ島に存在するシーナリー山877メートルが最高地点となった。王国のカリブ海地域は異なる地理的起源を持つ2つの領域から構成される。ウィンドワード諸島、サバ島、シントユースタティウス島、シントマールテン島は、火山島であり、山勝ちで、 農業に適した土地がほとんど残っていない。D ワード諸島、アルバ、ボネール島、キュラソー島は火山起源及び産後小起源が混ざっている。カリブ海の島々は熱帯気候であり、一年中温暖である。ウィンドワード諸島は夏季はハリケーンに襲われる。オランダのヨーロッパ地域は穏やかな海洋性気候であり、夏は涼しく冬は暖かい。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。